2022年シーズンは4位に沈んだ原ジャイアンツ、ペナント奪回は史上命題です。中継ぎ陣の整備は V 奪回には欠かせません。そこで期待がかかるのが最速157キロ右腕、育成の田中豊樹投手です。北海道日本ハムファイターズを戦力外となり、読売ジャイアンツに拾われ、右肘手術のため再び育成選手となり、地獄を2度見た男がキーパーソンになるかもしれません。今回は目立たない印象の割にはいろいろ事件を巻き起こしてきた地味なやらかし選手、豊金こと田中豊樹投手について追っていきましょう。3軍からただ一人2軍合流。奪回をテーマに行われている巨人の2023年春季キャンプ、3軍のキャンプ地は宮崎県都の城市です。笠島直樹、高田龍生、加藤蓮、笹原美咲ら、巨人に詳しいファンでなければわからないメンバーとともに汗を流していた田中豊樹投手に嬉しい知らせが届きました。宮崎市の日向宮崎県総合運動公園で行われている2軍のキャンプに3軍からただ一人合流することになったのです。野球人生であんなにボールがいかなかったのは初めてと、1軍登板なしに終わった悔しすぎる2022年シーズンを振り返った田中投手が支配下登録に向けて第一歩を踏み出しました。2月11日にサンマリンスタジアム宮崎で行われた初の実戦となる1、2軍の若手主体の紅白戦に3軍の都の城から参加。白組の3番手として5回から登板し、1イニングを投げて1安打無失点に抑えました。先頭バッターの北龍介選手にいきなり右中間へのツーベースを浴びましたが、味方の好守備もあり後続を断つナイスピッチング。この好投が認められ2軍キャンプに合流となりました。紅白戦前日の10日には駒田則弘3軍監督から堂々とやってきてほしいと背中を押されていましたが、その期待に応える内容のある投球でした。同じ育成で3軍キャンプに参加している富田龍選手や加藤蓮選手、星名博一選手も紅白戦に呼ばれるなど、3軍も激しいサバイバルが展開中。巨人は今のところ支配下登録57選手で、上限まで残りの13枠の狭き門を育成48選手で争っています。めちゃくちゃ感触がいい。ブルペンではすでに130キロ台後半を計測。かつて最速157キロを誇った右腕からすればまだまだかもしれませんが、2021年のオフに右肘のクリーニング手術を受けたことを考えると悪くないかもしれません。田中投手本人も1軍の舞台で150キロ台を投げている時もブルペンでは138キロぐらいしか出ていなくて、それが試合になると10キロくらい上がっていました。今はちゃんと指にかかっているし、感触はめちゃくちゃいいですと復活への手応えを口にしています。去年はテレビで見ているだけで何もできなかったですから、まずはアピールして支配下になりたいですね。8回のポジションを取りに行きたいと9回に登板するクローザーの大勢投手につなぐ8回の男に名乗りを上げます。かつてのようなボールのスピードを重視したピッチングだけでなく、組み立てやコントロールを強く意識するようになった充実したキャンプを送っています。フォーム探しの旅、層の厚い巨人の中で支配下登録を勝ち取るのは至難の業です。1993年12月1日生まれの田中投手は今年で30歳を迎えます。周りを見渡せば自分より一回りも下の若くて才能がありそうなピッチャーがゴロゴロしています。一軍での実績だけで支配下に戻れるほど生優しい世界でないことは田中投手が一番よくわかっているでしょう。それでは田中投手が支配下登録されるためには何が必要なのでしょうか。まず怪我の完治は当然ですが、日本ハム時代から指摘されていたのがコーチなどからのいろいろなアドバイスを聞きすぎてしまう点を気をつけなければなりません。田中投手も本来の投球フォームを見失ってしまい、お決まりのパターンであるフォーム探しの旅に出てしまった経験があります。2019年に日本ハムから戦力外通告を受けた後、福井県の整骨院に通い、ステップ幅などの見直しを図り、スムーズかつ無理のないフォームを取り戻しました。育成契約になったことでもう後がないことを自覚し、自分を貫くことができれば支配下の道が見えてくるでしょう。ニュー田中を首脳陣にアピールしたいところです。もう一つは自らも語っているように投球スタイルの変更です。かつてストレート外耳と呼ばれ、決め球となる変化球がなく、ひたすらストレートで押していくピッチングから卒業しなければならない時期に来ています。使い勝手二重丸。
やらかしも多く巨人ファンからのヘイトも集めがちな田中投手ですが、なぜか原監督ら首脳陣からの評価は高く、チャンスを多くもらっています。今回の2軍合流も3軍からはただ一人の昇格です。これがどうしてなのか考察してみると面白いことが浮かび上がってきます。まずは何といってもポテンシャルが高いことです。2軍とはいえ驚異的な脱三振率を記録しており、球威も十分。それに使い勝手がいいことも挙げられます。勝ちパターンでもビハインドでも回またぎでも、前の投手がアクシデントで急に降板した時でも、あらゆる場面に対応できる順応性に首脳陣も助かっているのでしょう。いろいろな場面で投げさせてもらいました。成功や失敗もありましたが、どんな形でもプラスになりますと本人もかつて語っており、使ってもらえることに感謝している様子でした。真冬でも半袖で練習に臨むタフネスウワンを原監督は頼もしそうに見つめています。山あり谷あり。復活を期す田中投手ですが、2016年のプロ入り以来8年間決して平坦な道を歩んできたわけではありません。ここまでの山あり谷ありのプロ野球人生を振り返ってみましょう。田中投手は佐賀商業高校出身。1年生の時からベンチ入りを果たしますが、3年間で最高成績は準優勝。球児の憧れ、甲子園にはあと一歩届きませんでしたが、大学は大分県の日本文理大学に進学。1年生では秋のリーグ戦から出場し、2年生の時に日米大学野球の日本代表に選ばれ、2試合にセットアッパーとして登板しました。4年生になった2015年、10月22日に行われたドラフト会議で、日本ハムから5位で指名され、プロ入りします。1年目の2016年5月には、西武戦でのプロ初登板を無失点で抑えます。2年目の2017年は19試合に登板し、3ホールドで防御率 3.32 の結果を残し、問題の2018年を迎えます。 4.18 事件のトラウマ。前年2017年に左足の靭帯を損傷したのも影響したのか、コントロール難に陥り、四球を連発し痛打されることが多くなります。そして今でも日本ハムファンを中心に語り継がれる 4.18 事件が起きてしまいました。この日メットライフドームで行われた西武戦で、日本ハム打線が爆発。中田翔選手のスリーランや近藤健介選手の3点タイムリースリーベースなどで西武投手陣を打ち込み、8対0と楽勝ムードで8回裏になります。日本ハムの先発高梨弘俊投手は7回を無失点に抑えてマウンドを後続に譲ります。まさに左打ち輪の試合展開でした。ここからまさかあのような結末が待っているとは、高梨投手をはじめ誰も思っていなかったでしょう。高梨投手からバトンを受けた上原投手が大乱調。続く田中投手やマイケル・トンキン投手も伝染したように四球を連発し、アウトが取れません。結局、まさか登板するとは思っていなかった宮西直樹投手が3つ目のアウトを取りますが、大量7点を失い、あっという間に8対7の1点差に詰め寄られます。一旦西武に傾いた試合の流れは防ぎようがありませんでした。9回裏に登板した日本ハムの守護神石川直也投手がピンチを招き、西武の森友哉選手にタイムリーを浴び、8対0から8対9となる悪夢の逆転サヨナラ負けを喫してしまいました。田中投手がトヨキンと呼ばれるようになったのは、この世紀の逆転負けの試合が原因です。 4.18 事件の戦犯になり、トンキン選手をもじって名付けられたのです。日本ハムから戦力外通告。このゲームがトラウマになってしまった日本ハムファンからは、8点はセーフティーリードではない、8対0は危ない、などの皮肉っぽいコメントが発せられます。そして何と言っても勝ち投手になるはずだった高梨投手のゲーム後の表情が話題になります。それは何とも言えない無表情で、この画像はたびたび貼られることになります。世紀の逆転負けの試合での田中投手を見てもわかるように、いいピッチングの時は手の打ちようがありませんが、元来のコントロール難から来る四球癖で安定した成績を残せず、たびたび炎上する様は逆にファンの印象に残ることになってしまう悪循環。この年は8試合の登板で勝敗セーブホールドなしで防御率 11.74 の結果に。翌2019年はとうとう1軍登板ゼロに終わり、オフに日本ハムから戦力外通告を受けてしまいます。登録いきなり登板。
しかし捨てる神あれば拾う神あり。11月に行われた12球団合同トライアウトを経て巨人と育成契約を結びます。他球団を自由契約になった選手が巨人に入団し見事復活した例は多々あります。2014年に中日から移籍した井端弘和選手、2019年にオリックスから移籍した中島博之選手などが新天地で貴重な戦力になりました。田中投手もそれに続けとばかりに背番号018で出直しを誓います。2020年シーズン2軍で守護神を任せられ、7月25日までに3セーブ、防御率 1.93 で奪三振率 16.39 をマーク。3試合をまたいで8者連続三振を奪うなどらしくない安定感を披露して7月26日に支配下登録されます。支配下と同時に即一軍選手登録され、この日行われた神宮球場でのヤクルト戦の9回裏にいきなりマウンドへ。登録されたばかりの登板で新しいユニフォームが間に合わず、背番号19ではなく育成時代の018の背番号のユニフォームで登板する慌ただしさ。3連戦の初戦となった24日の試合は8人ものピッチャーをつぎ込んでドロー。2戦目の25日の試合は6人ピッチャーを投入したもののサヨナラ負けを喫しており、巨人にとってこの日の試合は何が何でも負けられない一戦でした。首位の巨人は初回に集中砲火を浴びせ一気に5点を先制すると、先発の櫻井俊樹投手が8回まで要所を抑え4失点のピッチング。そして9回に登板したのが田中投手でした。この回先頭のヤクルトエスコバー選手をレフトフライ、次の廣岡大志選手をサードゴロ、上田剛志選手をセンターフライに抑え三者凡退に打ち取り、巨人初のマウンドを終えました。一度戦力外を経験したので、なんとかしてもう一度一軍の大舞台でやりたかった。やっとスタート地点に立てたというのが率直な思いです。と田中投手は試合後に語っています。2位のヤクルトに勝ったことで3連戦を1勝1敗1引き分けのイーブンで乗り切って 3.5 ゲーム差に戻しました。このゲームを落としていれば嫌なムードが漂ったところなので、価値ある1勝となり、3投手で白星を挙げたことで国心気味だった中継ぎ陣を休ませることができた意味でも大きな試合でした。ましてや投手陣に故障者が相次いでいたのでなおさらです。背番号19の意味、救世主の出現に原監督は、育成選手出身とはいえど経験は持っているピッチャー、物おじしないで本来の投球をしてくれたんじゃないですかとベタ褒め。宮本投手コーチと話したら、苦労人だしいい背番号を上げてほしいということだったので、それじゃあ19番にしようと、と背番号の理由を語りました。巨人の背番号19といえば菅野智之投手や上原浩二投手が背負っていたエースナンバーです。他に空き番号があるにもかかわらず19番を与えたというのは期待の表れです。上原投手も大阪体育大学に浪人して入学、エリート街道を歩んできたわけではなく、雑草魂は流行語になりました。原監督が田中投手に上原投手の面影を見たのも19番を選んだ理由の一つです。自分もエリートじゃありませんでしたし、上原さんのような雑草魂で這い上がっていきたいですねとコメントする田中投手。佐賀出身のガバイパワーピッチャーの出現です。原監督は力でもぎ取った一軍昇格、ジャイアンツにとって69番目の支配下の選手、非常に大事な一枠を彼に使った期待というのはそこで理解してくれるといいですねと胸を張りました。スクランブル登板で初勝利、ジャイアンツでのデビューをいい形で終えた田中投手にはそれ以上のプレゼントが贈られます。2020年8月19日東京ドームでの阪神戦でプロ初勝利を飾るのです。この日の巨人の先発はメルセデス投手でしたが、2回を投げ終えたところで左肘のコンディション不良のため降板。3回からスクランブル登板した田中投手は2回を無失点に抑え、プロ5年目にして嬉しい初勝利を挙げました。試合後、ウイニングボールを片手に原監督と共に記念写真に収まった田中投手は満面の笑み。150キロ超えのストレートとスライダー、フォークを駆使した投球を披露した田中投手に原監督は、ジャイアンツに来て彼の野球人生はスタートしている、逆風が少々不幸が気にする必要はない、最初不安定だった時スタートしたばかりの出来たてほやほやの選手として俺は見ると伝えた、少々のミスは目をつぶってちゃんと育てるからと愛のあるコメントをしていました。試合をぶち壊す30冊、
しかしいつもこのピッチングならいいのですが、たびたび炎上する悪い癖はなかなか治りません。熱狂的なGTOからヘイトを集めてしまうのもそれが原因です。2020年11月8日、東京ドームでのヤクルト戦で派手にやらかしてしまいます。この日のことを覚えている人は多いのではないでしょうか。第1打席で坂本勇人選手がツーベースを放ち、史上53人目の通算2000本安打を達成した試合です。その上、先発した2年目の横川凱投手も5回を1失点で、プロ初先発初勝利の権利を持って後続の投手にマウンドを譲ったのです。8回に4番手で登板したのが田中投手。ところが、いきなりストレートのフォアボールを与えてしまうと、次の打者、坂口智隆選手には膝元へのデッドボール。坂口選手は負傷退場となってしまいます。なおもヒットを許し、ノーアウト満塁の大ピンチ。そして、山崎幸太郎選手に絵に描いたような逆転満塁ホームランを浴びてしまう大炎上。この日は本拠地東京ドームのシーズン最終戦で、坂本選手の快挙に水を差す敗戦を演出し、横川選手のプロ初勝利も消してしまう、まさに三重殺となってしまいました。江夏の21球ならぬ、豊金の11球と揶揄されてしまう始末でした。この年は最終的に31試合に登板して、1勝1敗1ホールド、防御率 4.88 で、推定年俸1400万円で契約更改し、背番号は19から59に変更されました。再び育成契約に。激動の2020年の翌年の2021年は39試合に登板し、0勝0敗2ホールド、防御率 2.84 と、ミスタージェットコースターにしては安定した成績を残しますが、オフにまたも苦難が待っていました。右肘クリーニング手術を受けるため、育成契約への移行を前提とした自由契約になります。背番号はまたも3桁059に変更。2022年は支配下に登録されず、当然1軍での登板もなしに終わりました。7月には新型コロナの陽性判定を受け離脱。残念な1年になってしまいました。12月の契約更改では400万円ダウンの推定年俸1500万円でサイン。手術後はちょっと出遅れた感があったので、それが終盤になって痛みもなくなりました。大勢につなげるピッチャーになりたいですと2023年シーズンに向けて力強く宣言しました。まずは支配下登録を勝ち取って、また一軍のマウンドで躍動する豊金の姿を見たいと思っているファンも多いことでしょう。